写真拡大。巨人の小林誠司捕手が11日の阪神とのクライマックスシリーズ CS ファイナルステージ第3戦で見せた大ファインプレーが話題となっている。スポーツチャンネル DAZN ダゾーンが公式ツイッターで映像を公開するとファンが続々と絶賛。投稿から1日で再生回数は10万回に迫る勢いだ。6対6で迎えた8回無視1、2塁の場面だった。阪神マルテの打球は1塁ベンチ付近への飛球。ファウルになるかと思われたが、マスクを外した小林が振り返り、落下地点に猛然とダッシュした。そして、最後はスライディングしながらキャッチ。フェンスは目の前に迫っていたが、それを全く恐れずに滑り込む勇気あふれるスーパープレーだった。小林本当素晴らしい、かっこよすぎました。誠司君ナイス、すげえ。素早さプラス5。打球に最短距離などと称賛の声が続々。これはイケメン誠司、イケメンがすぎる。好きですと男前すぎるプレーに脱帽する声もあった。巨人は惜しくもこの試合に敗れたが、この動画は1日で再生回数9万2000回超え、10万回に迫る勢いとなっている。ファンの心もギュッとつかむ超ファインプレーとなった。フルカウント